若若松松君公明党の若松金茂です、えー、先生方、すでに質問、えー、済みのものはありますので、ちょっと整理しながらあの質問をさせていただきます。これ、厚生労働省の確認ですが、まずあの、昨年の6月3日に、えー、改正育児介護休業法で、で今年の4月から段階施行、これは、まあ、いわゆる民間ですね、企業ということで、 っ、えー、と今年の,、まああの、今の施工状況ですけれども、えーと、令和2年度男女の育児休業取得率、女性が81.6% 81.、男性12.65%、これでよろしいわけですね、確認だけお願いします厚生労働省雇用環境均等局、岸本雇用環境総合整備室長お答えいたします。 昨年成立いたしました改正育児・介護休業法の状況でございますがご指摘のとおり内容的にこの出生直後の時期により柔軟に取得できる育児休業の枠組み通称産後パパ育休制度の創設育児休業の分割取得 本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対し、個別に制度について周知し、休業取得の意向を確認する措置の義務付け等盛り込まれておりまして、本年4月から順次施行されているところでございます。施行前の数字になりますが、令和2年度における男女の育休取得率の数字はあの今、ご指摘のあったとおりでございます。若松金重君それであのこれででこ人事院ですけけど、えーとえー、と現行制度における国家公務員の えーと育児休業介護休暇の取得状況あのお願いします人事院事務総局職員福祉局小木野次長お答えいたします令和2年度におきます一般職国家公務員の育児休業の取得率は女性は99.6%男性は51.4%となっておりますまた令和2年 に介護休暇を使用しました一般職国家公務員につきましては女性百十一人男性九十一人となっております以上でございます若松兼重君それであの総務省にお伺いいたします、えー、と令和二年度の、えー、とですねあの地方公務員の育児休業介護休暇の取得状況をお尋ねいたします総務省自治行政局 山越公務員部長令和2年度におきます、地方公務員の育児休業の取得率は、地方公共団体全体で、男性職員が13.2%、女性職員が99.7%となっております。また、令和2年度の介護休暇の取得人数は、地方公共団体全体で男性が808人、女性職員が1794人となっています。 若松金茂君えとこれを見ますと、このこ先ほど、公務員ですね、の国家公務員、男性取得率51.4%、地方が、えー、13.2%、かなり地方が少ないんですけど、その原因はなんだというふうに理解しておりますか、おそらく人手不足もかなり影響しているのかなと、またそれに対しての対応策。 すみません質問通告してないんですけど、ちょっとこんなに差があると思ってなかったんで、お尋ねをいたします山越公務員部長。お答えいたします。えー、すみません地方公共団体の、えー 取得率男性の取得率が、まあ、極めて低い状況であるということでございますがあの、まずは団体間の格差がかなり大きいということと、部門間の格差も大きいと。 いう状況にございます地方公共団体の中でも、取り組みが積極的になされているところでは、極めて高い状況にありますので、その取り組みの内容について、私どもとして把握をし、それを他の地方公共団体に周知をし、横展開をしていくといったような取り組みをしているところでございます。国家公務員がが非常にに急激に上がっていいいるという状況もございますのでそのでそ取り組みも 参考にしながらあの、助言をしてまいりたいというふうに考えております委員長若松兼重君えとそ。それではの、えーとですね、この法律を、まあのま、つくそれぞれこう整備されるわけでありますけれども、えー、あのこれがしっかりとです、ね、あの利用されるように、あのやっぱ KPI ですか、また具体的なあの取得目標、これが必要だと考えますが。 これ内閣官房と総務省それぞれぞお尋ねをいたします内閣官房内閣人事局、滝沢内閣審議官お答えいたしますあの。政府は令和2年度から、子どもが生まれたすべての男性職員が、1ヶ月以上をメに育児に伴う休暇や休業を取得できることを目指し、政府一丸で取り組みを進めているところであります。 具体的には職場全体の意識の変革に加え、上司からの取得の働きかけ、上司自身による所属の業務分担の見直しや取得計画の作成、管理職同僚の人事評価への反映などにより、育児休業などを取得しやすい雰囲気環境の整備に力を入れております。 その結果、令和2年の4月から6月までに子どもが生まれた男性職員について、99.0%の職員が育児休業等を取得し、平均取得日数は50日となりました。また、1か月以上取得した職員の割合は88.8%に上りました。また、第5次男女共同参画基本計画には、国家公務員の男性職員の育児休業取得率について、 令和7年までに30%の目標が定められているところ、直近の令和2年度の取得率は29.0%となっています。今後とも仕事と生活の両立を支援するため、業務の見直しやマネジメントの強化をはじめとする働き方改革を通じた環境作りを着実に進めてまいります。答弁を求めますか山越公務員部長 地方公務員の男性職員の育児休養につきましては、第5次男女共同参画基本計画におきまして、令和7年,度令和7年までに取得率30%という成果目標が掲げられております。 せっかくで申し上げましたと、リレーは2年度の取得率が13.2%で、まあ、前年度の取得率8.0%と比べて、まあ、増加傾向、増加をしているものの、未だ目標に比べ、まあ、低い水準にとどまっておりまして、まあ、一層の努力が必要な状況にありまして、今後とも総務省としては、地方公共団体の取り組み状況をしっかり把握をし、この目標が達成できるよう、必要な助言などを行ってまいります。 若松重君えとです、ね、あの先ほど、人、え、事、ー、院が、えーとえー、国家公務員の男出の取得率51.4%、今、えーとえー、内閣官房の方が、えー、となんですか、えーと、令和7年度までに30%目標が、令和2年度九29%、ちょっとすみません、その数字の違いがよく理解できなかったんで、説明していただけますか。 小木の次長、答えますお答えいたします。人事院からご答弁申し上げましたのは、あ一般職の国家公務員の数値でございます。一方、その内閣人事局さんの方では、あ一般職国家公務員も含めまして、あるいは防衛省等その特別職の職員数も含めまして、全体のあの割合をご答弁申し上げされたものと承知しております。 若分かりました、分かったんですけど、その一般職その、えー、で、えー、国家公務員51%できたということは、私はこの目標ですね、これは内閣官房と総務省両方に聞きたいんですけど、令和7年度まで30%目標、これ低いんじゃないかなと思うんですけど、それに対してどう考えてますか、それぞれ,それ,ぞれあの答弁をお願いします。答弁は 山越公公務務員員部長、はい、あの地方公務員の観点でご答弁申し上げますあのま国家公務員と比べましてま、まだ低水準であります男性の職員の取得率 13.、13.2%でございますので、えー、これを30%に上げるというのは、まあ、あの相当程度の努力も必要だと思っておりますので、まずはこの目標に向け、取り組んでまいりたいと考えております。 滝沢内閣審議官答え申し上げますあの、えー、先ほど申し上げましたとおり、えー、あの男性効果公務員の育児休業の取得率向上のために取り組んできたところでございまして成果は現れてきているものというふうに考えておりますただあのやはりそれぞれの事情も終わりかというふうに思っております引き続き男性職員による育児休業を含めた育児に伴う 休暇、休業の取得を定着させていくということが重要であると思っておりまして、継続的な取り組みが重要でありまして、まずは30%の目標達成に向けまして、今後とも仕事と生活の両立を支援するために、えー、各種の取り組み、着実に進めてまいりたいというふうに考えております若松兼重君。やっぱり私もそんなにあの、えー、考えてなかったのは、やっぱり30%はおかしいなとい、えー、ちょっと率直に思いました。 私の意見だけじゃないと思いますけど、ぜひまた、ちょっとスタートアップが遅いなと、国も、地方もそう思いますので、またこの総務委員会の機会でいろいろと取り上げていきたいと思っております。それでは、この育児休業の取得環境について、お尋ねをいたしますが、まず総務省ですね、ちょっと時間がなくなってきたんですが、まず総務大臣に、 あのあのお尋ねをいたしますが、あの今、今人員不足、おそらく取得が、超公務員が少ないのはやっぱり人員不足がこれ大きな影響だと思います、でそこで職場に迷惑をかけないたくないということで、非常に消極的になるということなんですけれども、やっぱりそれではあのまずいと思いますので、やっぱ総務省としてしっかりと取り組まなきゃいけないと思うんですけどどのように取り組まれるでしょうか金子総務大臣。 あの育児休業を取得しやすくするためには、制度を整備するのみならず、周りの職員の理解を含めた職場環境を整備していくことが非常に重要であると認識をしております。総務省としても、自治体に対しまして、妊娠、出産を控えた職員に対して、制度の個別の周知、意向確認を行うこと、育児休業を取得しやすい勤務環境のための研修を実施することや、 相談体制を整備することを明記した条例例を発出をし上限を行っておりますまたあの先ほどお話をしておりますが育児休業を取得しやすい環境を整備するためにはトップの意識が大変重要であります このため、法案が成立した暁には、男性一級の取得促進について、積極的に取り組んでいただくよう、私自ら知事や市町村長宛てに所管を発出をし、直接働きかけをしたいと考えております若松兼茂君、えーとです。やはり、のの周りの環境というお話ありましたが、今、人事評価ですか、まあ、自治体によって違うと思うんですけど、やっぱこういう子育て、えー、育児休の取得ですか。 協力的な、例えば上司には評価が高いとか、おそらく人事制度までしっかりとインセンティブ作っていかないと変わっていかないと思うんですよね。ぜひそれはご検討いただきたいという要望でございます。でその上で最後の質問になりますが、あの行政の一時預かり、実は私どもの政策秘書、えー、去年か、えー、あの、 出産をされまして、男性ですけれどもでであの、奥様がお医者さんなんで、えー、もう勤務始まっております、月曜日は、えー、とあのオンライン勤務ということで、あの子育てしながら仕事をしてやっております、まあ、とにかくあのそういうことなんですけど、どうしても、えー、あの国会の仕事がある場合には、やはり行政の一時預かり、これ、非常に大事になってくるんですけど、 もうあの彼,彼の場合、うまくいったんですけど、お互いに私ども、女性議員がおりまして、今、子育て、大変なんですけど、なかなかこの行政の一,一時預かりが取れないと、利用できないと、こういうのが現実だということを知ってほしいというふうに強くあの言われました <laughs> ぜひあの、この行政の一時預かりの充実ですか、さらなる支援をお願いしたいと思うんですけど、いかがでしょうかこれは厚生労働省ですかね厚生労働省大臣官房、川俣審議官。 安心して子育てできる環境を整備していく上で、保護者の疾病、あるいは育児疲れによる心身の負担を軽減するために、子どもを一時的に預かる一時預かり事業を推進していくことは重要だと思っております。この事業の実施にあたっては、保護者のニーズを踏まえて、市町村が策定した事業計画に基づいて、計画的に事業の提供体制を整備することとしており、国としても市町村の事業計画が着実に進むよう、運営費、 開設準備経費等の国庫補助を行っておりますまた、今国会に提出しております児童福祉法の改正案によりまして、一時預かり事業の定義を見直し、保護者の負担を軽減するために利用できるということを明確化することとしておりまして、一時預かり事業を充実させ、多くの方に気兼ねなく利用していただけるよう、事業を実施する市町村を支援してまいりたいと考えております。 若松兼重君。ぜひあの KPI とですねあの、提示しながらあのその着実に改善が見えるような形での、はいえー、改善策を求めて質問をいたします。ありがとうございました。